今回は8月2日の調整で、またしても陣形の範囲拡大が入った場地圭介の紹介。計略は三国志の屍双剣のような性能で、式7発動時自陣ブロックプラス9速度プラス806カウントもに撤退し、味方ブロックプラス10の陣形が 8.8 カウント。効果は高いけど、扱いに癖があり、守りで使うと陣形内で攻められがちやったけど、調整で範囲が広くなったことで手上での使い勝手も格段に良くなったよ。突撃！バチさんは苦兵ダメージが低めやけど、向上力が高いから高知力しかいない相手にはステルス向上を狙いたい。敵陣に潜入して不意の一撃を入れられるのは原作再現度が高くていいよね。最後まで下は抜かれ。なくなるまでぶん殴ってやるぜ。アリシテンがごとき有力を。行け。まだ終わってない。俺が毛利の部となり剣となる。くそ、ここまで。戦機解放。解放。
げねえ。これは俺の人生のリベンジだ。いくぜ。いけ。突撃！敵の力を見誤ったか。撃て！未熟であった。二度目はないぞ。ここの守りは範囲拡大の影響がはっきりと出たと思うよ。かすり傷だ。突撃！突撃！ここから流派にはたまらなさんやから流派しか対策でき場面やったね。僅差の時は高尾山口のミスもあるからなるべく攻めたい。突撃！ここはとっくに俺の世界で俺が王者だ。敵の力を見誤ったか。今回は2試合やるよ。だいぶ下がってしもたね。四季のため合いは相手のデッキの方が得意な展開やから、本来こういうゲームメイクはしたらあかんよ。撃て！狙い撃て！絶対負けねえ！ここだ！発動！一の型皆殺しだ。一人もここから逃すな。我らが波動は我らの手で作る。
面が分かんなくなるまでぶん殴ってやるぜ。死ぬためではなく生きるために戦おう。今だ。くそ、ここまでか。ここだ。狙い撃て。流派発動。三の肩発動。身の肩撃て。今は身を隠す。今だ。自身強化と陣形の時間を合わせれば14カウント以上あるから、ライン上げサタイニハの攻めを1計略で行えるのはこの攻略独自の強みやね。行け。超短期戦が私の戦い方。ガスレキスだ。行け。おれ。戦機解放。狙い撃て。撃て。最後まで下は抜かれ。流派発動。身の肩れない。面が分かんなくなるまでぶん殴ってやるぜ。勝利のためこの命を燃やす。今だ。絶対負けねえ。みんながもっと活躍できますように。まだ終わってない。今だ。邪魔だったかな。おのれ。今は身を隠す。向かい風だな。ご視聴ありがとうございました。